こんにちは、Gです。今回はビデオプレイヤーアプリのお話。以前は VLC を使ってたんですが、最近ちょっと不安定と感じています。ついては主なビデオプレイヤーを試して、今時点のナンバーワンプレイヤーを見つけたいと思います。当初、Ubuntu まで、マンジャロ、ラズパイ OS、3ディストロのプレイヤー比較を考えてたんですが、Ubuntu まで 22.04 の動画再生がひどすぎて評価できない。プレイヤーを問わずブロックノイズ、コマ落ちがひどいなど、OS 側のレスポンスが悪すぎるので対象外としました。背景は標準テンプのセルロイドでの再生です。どれほどひどいのかお分かりいただけると思います。どのアプリも同様の傾向で、Ubuntu Mateで試したのは画面の通りです。ということで、ラズパイ OS とマンジャロの比較動画になります。では、ラズパイ OS から始めます。DVD の評価もしたいので、最初に DVD 用のライブラリーをインストールします。ターミナルで画面のようにタイプ。以降はターミナルは使わず、パッケージマネージャーだけでインストールします。ラズパイ OS では VLC が標準テンププレイヤーです。インストールには Add Remove ソフトウェアを使います。インストールを試したプレイヤーは画面の通りです。MPV はセルロイドの関係でインストールできませんでした。結果、評価対象はセルロイド、ハルナ、SM プレイヤー、VLC の4つです。最初はセルロイド。フォルダーをドラッグすると同じ階層のファイルをプレイリストに並べてくれます。再生状況をご覧ください。Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold shape. ただフルスクリーンから元に戻すと、ウィンドウトップバーが消えて、ウィンドウ操作不能になるバグがあります。画面ではプレイリストの上にアイコンがない。つまり何もできないので、旧機器で終了。これ、ラズパイ OS 版のみのバグと思います。続いて DVD 再生を試します。ご覧のように再生できるんですが、メニュー画面が表示されず、本編再生が始まります。チャプターも使えません。動作安定、操作簡単でおすすめできるプレイヤーですが、アップデートを待った方がいいかな。次はハルナ。2年ほど前に公開された若い KDE 用プレイヤーで、中身は MPV です。売りは設定自在、プレイリスト管理と YouTube ダウンロードだそうです。ファイルをドラッグするとルート内のファイルがプレイリスト化されます。フォルダードラッグだと1つ目のファイルのみ再生され、プレイネクストでクラッシュします。
動作は安定していて快適です。他のディストロではフォルダーもドラッグできるんですが、ラズパイ OS 版ではフォルダードロップでは内包ファイルが読み出しできないバグがあります。オープン URL は機能しません。軽くていい感じなんですが、プレイリストが削除できないとか、まだ荒削りな感じが残っています。まあ若いソフトなので今後の改善に期待。春菜は DVD 再生には対応していません。でも名前なんで春菜なんだろう。まあ瑞穂とか清美だったら評価もしないですけど、まだまだ発展途上のプレイヤーなんですが、今後に期待できますね。次は SM プレイヤー。 GUI が古臭いんですが、 PC 版と違ってラズパイ版はスキンが変えられない。フォルダー、ファイル、どちらもドラッグできます。機能や安定性は問題ありません。しばらく動画をご覧ください。プレイリストは別ウィンドウで表示。これ邪魔にならず何気に便利。 DVD はメニューなしで本編再生が始まります。字幕切り替えやチャプターは利用できますが、特別映像などは見れません。 URL をタイプして YouTube 動画が見られます。ちょっと遅いのであまり現実的ではないですが、スキンがいけてないですが、機能安定性ともに高評価です。最後はおなじみの VLC。 多機能であり多くの方に馴染みがあるんじゃないでしょうか。ここでは不具合を中心にお話ししたいと思います。フォルダーをドラッグして再生します。プレイリストは別ウィンドウで表示されます。全画面表示にするときと通常画面表示に戻るとき、数秒間動画が止まります。動画再生でご確認ください。ノイズやゴーストも気になります。全画面表示に変更するとブロックノイズが発生するのも再現性があります。また全画面表示の際、コントローラーが表示されませんね。設定を確認していますが、バグですね。DVD はちゃんとメニューから表示されます。ネットワークストリームを開くでの YouTube 再生は動作しません。 MPV メディアプレイヤーが標準アプリです。
インストールはソフトウェアの追加と削除から行います。画面はインストールを試したプレイヤーです。結果、評価するのは画面の5つのアプリになります。最初は MPV メディアプレイヤーです。 MPV はARM 系が少ないので使ったことのない方も多いと思います。 MPV はM プレイヤーベースですので、フロントエンドプレイヤーとしては画面のアプリと同類になります。ということは MPV は M プレイヤーみたいに GUI がない？ご明察です。基本的にキーボードでコントロールしてねというアプリです。キーショートカットがありすぎてキーボードが怖くなります。画面は最小限のキーショートカットです。この数倍はショートカットキーがあります。まあ再生してみましょう。 MPV メディアプレイヤーは最小限の GUI しかありません。ファイルやフォルダーをドラッグすれば再生が始まります。ファイル指定の読み込みはできません。動作は機敏で安定しています。プレイリストの切り替えはコントローラーの上の左右三角アイコンで行えます。次はセルロイド。セルロイドは高頻度で使用していましたが、バージョンによって不安定なんで最近はご無沙汰です。今回のバージョンはどうなのか試してみましょう。ドラッグはエラーになります。プラスアイコンでファイル指定しなければなりません。こんな細かな不具合がバージョンごとにあったりするんですが、アップデートで修復されるでしょう。Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f*** likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. オープンロケーションの URL 再生は機能しませんでした。 DVD 再生も動作しません。ついでながら終了に時間がかかるという鬱陶しいバグもあります。ハルナもやってみましょう。フォルダードロップは受け付けてくれません。ファイルドロップは大丈夫で、同じ階層のファイルがプレイリスト化されます。再生そのものは問題ありません。Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f*** likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype. OpenURL も YouTube で動作するんですが、コマ落ちが多いのと動画によっては再生できないようです。
マンジャロ版もまだまだ道半ばのようですね。続いて SM プレイヤーです。ドラッグは問題なし。再生に問題がないのは当然なので、ここでは右クリックのポップメニューをご紹介します。機能の概要が分かりやすいと思います。URL から YouTube 再生もできますね。でも DVD は動作しません。 DVD はセルロイドでも動作しなかったので、コアエンジンである MPV のバージョンに問題があるんだと思います。最後は VLC です。Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up. マンジャロ版ではコマ落ちやノイズはありませんね。ネットワークストリームを開くは動作しますが超遅い。DVD はちゃんとメニューから表示されます。いかがだったでしょうか。同じプレイヤーでもディストロやバージョンによって挙動が異なるようです。結論を言うと、日常使いにはSM プレイヤーが高評価。 DVD を見るなら VLC しか選択肢がありません。 URL 再生はどれも速度が出ない、コマ落ちなど不具合がついて回り実用的じゃない。ハルナはまだ発展途上ですが、今後大化けするかもしれませんね。ということで、SM プレイヤーが一等賞。あった方がいいのが VLC ですが、バージョンによっては問題あり。将来性にかけて、時点で春なというのが私の感想です。ご覧いただきありがとうございました。2020年2月のダイヤモンドプリンセス号を覚えていますか。そこからコロナ禍が始まったんですよね。その夏から動画作成を始めてだいぶ手慣れてきました。というか、作業はルーティン化した感があります。ただ毎回公開から20分ほどは PC に張り付いています。いつもエロサイトへの誘導コメントが来るんで、手動で削除しないといけない。読めないけどロシア語、スペイン語のエロサイトが多いですね。え、消すなって？ニーズあるのかな？ではまた次回。